ネルのハルコと M キャットのイティちゃんです。今日もよろしくお願いいたします。今日はイタリアで新型コロナウイルスの前と後だとどのように生活様式が変わったのかということに焦点を当てて、新しい生活スタイルを6項目に分けてお話ししようと思います。新型コロナウイルスによってイタリアの生活習慣というのは本当に変わりました。人々の認識も大きく変わりました。イタリアは新型コロナウイルスの影響がものすごくて、皆さんもご存知のようにそれこそ初期は死者が続出して数ヶ月にわたるロックダウンを余儀なくされました。それで、ね、ロックダウンの前と後だともう人々の認識がガラッと変わったので、イタリア長期在住者が実感する実際ね、新型コロナウイルスによってどのように人々の認識が変わったのか、どのように生活スタイルが変わったのかということをお話ししていきたいと思います。イタリアと日本が大きく違うのはやっぱりイタリアはロックダウンがされたということですね。完全な都市封鎖がされました。マスクとかジェルとかそういう衛生用品にはあんまり関心のなかったイタリア人もロックダウン中の恐怖っていうのはね、心に染み渡ったというか脳に植え付けられたようで、現在人々の認識というのはガラッと変わっています。それでね、実際イタリアで生活していてどのように変わったのっていうことなんだけれど、劇的に変わったのでその様子を伝えたいと思います。最後まで楽しんでいてくださいね。新型コロナウイルス早く状況が良くなるといいなと思う人はグッドボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは行ってみましょう。イタリアでロックダウン後に変わったこと、その1、ホップとホップのキスの挨拶はなくなった。これは本当に大きく変わったことで、イタリア人っていうのは皆さんもテレビとかでご覧になったことあるかもしれないんですが、挨拶はチュンチュンってこうホップとホップを寄せ合ってチューするっていう形になります。これはね、友達に限らず、知り合いとかもそういう風にね、親愛の情を込めてそういう挨拶の仕方をするんだけれど、本当にビジネスとかだったら握手とかなんだけれど、大抵はイタリア人ってのは結構人懐っこい人も多いので、顔見知り程度の人でも頬を寄せて挨拶をするっていう形は好まれていました。ただロックダウン後はこういう風に挨拶をする人はほとんどいなくなりました。これはね、もう国がそういう挨拶をすると感染の可能性がありますよ、だからしないようにしましょうというふうに呼びかけてるということもあるのですが、やっぱり人々の意識が変わってきてね、お互い気をつけましょうということでちょっと距離を取り合って、こんにちは、お元気みたいな感じで、前みたいにあ元気みたいな感じでこれハグしてチュッチュって感じじゃなくって、もうちょっと距離を取り合って、あじゃあおみたいな感じになりました。最初はね、そういう挨拶の仕方は寂しいなんていう人もいましたが、今はこの挨拶の仕方が本当に普通の生活に溶け込んでいます。でね、今は面白いことに挨拶の仕方とかちょっと変わっていて、今はね、握手も衛生上良くないっていうことで、新しい挨拶の仕方としてはこうやってチャオって肘と肘をくっつけるっていうスタイルが流行っています。面白いよね。肘と肘をくっつければ、ちょっとは接触するけれどそんなに近くないし、手と顔がくっつかないから衛生的にもマシなんじゃないかっていう認識ですね。そういう挨拶の仕方はちょっと寂しいっていう人も時々いるけれど、私自身はね、本当はね、ちょっと嬉しい。なんでかっていうと、フィレンツェは結構ドライな人も多いから、そんなにこう人懐っこくわーとか言って初対面でハグしたりはしないけれど、だけどやっぱりね、初対面で顔を知り程度だったら、やっぱりこう、頬と頬を寄せ合ってチュッチュってやるんだよね。それがね、なんとなくね、衛生上どうかなーって常日頃から私は思っていたので、今回ね、こういう挨拶の仕方になって、私はちょっと嬉しいです。てか安心かな。だって一応ね、親愛の情を込めるっていう意味もあるけれど、だけれど皆さんどうですか、ちょっとぐらい顔見知りの人とかで汗とかもうバーバー流れていたり、あと油でギトギトしてる人と頬と頬を寄せ合いたいと思いますか。その人が実際どういう生活をしてるのかもわからないし、どれぐらい衛生観念があるのかもわからないし、ちょっと気持ち悪いよね。気持ち悪いって言い方は正しいかどうかわからないけれど、やっぱりね、私だけじゃなくて日本人の方はみんなね、ちょっと苦手だなって思う人もね、いると思うんですね。私が通訳の仕事をしていた時はイタリアに住み始めたので、頬と頬を寄せ合ってこんにちはっていう挨拶がすごく苦手っていう人が結構いました。どうすれば失礼なく回避できますかねみたいな相談を受けたこともありました。だからそれはね、もう向こうがねこんにちはとか言ってこうハグしてこうチューしていこうとしたらもう避けられないんだよね。てかもう避けてもいいんだけど、ちょっと失礼に当たる気がする。私はね、結構引き気味で、そういう風にあんまり知らない人とかいるとこうやって結構引き気味でこうやってちょっと遠のいていたんだけれど、いろんな人に言われたことがあります。なんであんな体引いてんのみたいな。
でもやっぱりそうなっちゃうよね。だからこの新しい生活スタイルは私はちょっと安心しています。イタリアのロックダウン後に変わったこと、その2、お店のあり方が変わった。これはね、もう国の法令が屋内はマスク着用、入店する際には必ず消毒ジェルで手を消毒するってことを義務付けているので、どこのお店でも必ずお店の周りに消毒用ジェルがあって、マスクを必ずしてくださいって書いてあります。イタリア人ってやっぱりマスクをね、ここまでする人って多いんだよね。鼻を覆わない、だから店員さんが鼻まで覆ってくださいねっていうふうにね、注意して歩いています。テーブルの配置も変わってるね。前は結構お店の中にぎゅうぎゅうにテーブルが詰めてあったお店でも、今は距離が空けてあって、しかもここには座らないでくださいみたいな張り紙があって、座れるテーブルの間隔が空いています。あともう一つものすごく変わったところが、屋外にテーブルを置くお店が増えたってことですね。今はイタリアの街を歩いてみると気づくんだけれど、どこのお店も屋外にっていうか、まあ路上にこうテーブルを置いて、そこにお客さんを入れています。やっぱり、ね、お客さんもね、お店の中にはあまり入りたがらないし、以前はこんなに路上にテーブルとか椅子が並んでるような風景は見られなかったんだけれど、今はどこの道を歩いていてもレストラン番の前には必ずテーブルと椅子がたくさん並べられていて、そこに座ってくださいねっていう感じになっています。まあね、私もバールとかレストランに行くと、お店の中とどちらがいいですかって言われるんだけど、やっぱり外を選びますよね。あともう一つバールやレストランで変わってきているのが、紙のメニューを置かないこと。紙の目に置いていても、紙がね、一回触ったものは他の人が触らないように使い捨てにするとか、あとは今すごく増えてるのが QR コードで携帯でね、メニューが見えるようになっているっていうお店がとても多いです。そうやってね、一つのものに不特定多数の人たちが触るのを避けようという動きが浸透しています。イタリアのロックダウン後に変わったこと、その3、公共の交通機関も距離を保つ。公共の交通機関っていうのは対策がとてもしっかりされていて、電車やバス、モノレールも通常の半分の席しか埋まらないようになっています。それでもね、ロックダウン解除直後は4分の1から3分の1ぐらいまでしか人が入れませんでした。それでね、バスとか電車の中に入るときにはマスクをして手袋を着用してくださいっていうふうに義務付けられていました。今はね、マスクをするだけで手袋まで義務付けられていないんだけれど、それで、ね、車内には消毒ジェルが置いてあって、それで手を消毒してくださいっていうふうになっています。席も隣同士には座らなくって、一つずつ開けて座るようにっていうふうに書いてあって、座らない席にはこう×の印とか書いてあったりします。すいちゃん、なんかすごいありがとうね、じゃあね、たくさん注意してくれてるんだよねチケット売り場とか列に並ばなくちゃいけないところなんかも、床にきちんと印がつけてあって、間隔を空けてくださいっていうふうに書いてあります。それね、1メートルごとにね、こうやって間隔が空くように印がついています。イタリアロックダウン後に変わったこと、その4、個人レベルでの衛生観念が劇的に変わった。これは本当に変わったことで、ロックダウン前なんてみんなマスクをするっていう意識がなかったのね。マスク自体もイタリアでは一般の人がつけるってことはなくって、つける人っていうのは医療関係者のみ、特に外科医とか層に手術をする人たちのみっていう意識があったので、よくね、観光客の人とかイタリアを歩いてると、え、何、オペ室から出てきたのとか結構みんなね、そうやってからかったりしていました。それかマスクをして歩いてる人を見ると、え、何、あの人重度の病気なのかな、近づかないようにしようみたいな感じでみんな避けて通ったり、そうにマスクをつけるっていう概念がなかった国だったので、今は全員マスクをつけることが当たり前になっていて、もうここ数ヶ月で本当にね、世界が変わったというか、見る風景が全く違うものになっています。それね、イタリアに住んでいていいなって思う面はね、国民にマスクは無料で配られる。だからね、私はラッキーなことにマスクに困ったことがなくって、まあ、かなり早い時期から無料で配布されていたので、未だにね、10日から2週間に一遍はマスクの無料配布があります。ということでね、昨日ももらってきたんだけれど、それはこちら、じゃーん見てこれこれね、無料でもらえますね。10枚なんだけど、5枚セットが2袋、国民1人につき10枚を10日ごとぐらいにもらえます。薬局でも買えるんだけれど、薬局で買う場合は1枚50セントだそうです。だけど10枚無料でしょっちゅうもらえるからね、自分でマスクを買わなくちゃいけないっていう必要性はあんまり感じません。
まあ、これがね公共交通機関をすごく利用するだからバス電車をすごく利用するっていう人はまた話が違うと思うんだけれど、あとは仕事で使うとかね。だけど私みたいに普通に生活してる人っていうのはもうこれで十分足りると思います。開けたらこうなる日本と違うのがね、こうやってねつけて歩くのがねイタリア人ってやっぱりね服じゃないんだよね、もともとね。だから気をつけてはいるけれど、人があんまりいないところではつけたくないっていうことで流行ってるのがこうやってね、腕につけて歩くこれあんまり日本では見かけない光景だと思うんだけれど、ヨーロッパではみんなこうやって歩いてますね。この間ね、ヨーロッパのニュースを YouTube で見ていたら、やっぱりこうやって腕につけて歩いてる人がたくさんいて、まあ、私は全然それもう見慣れてるから全然なんと思わなかったんだけれど、コメント欄には日本の方からたくさん腕つけていても意味がないじゃないかっていうコメントがたくさんあったの。あ、そうだよねと思って。だけどね、イタリア人ってやっぱりねこうやって口につけていたりこうやってするの嫌なんだよね。あとはね、イタリアっていうのは日中の屋外っていうのはマスク着用が義務付けられていないのね。着用が義務付けられているのは一日中屋内か屋外は18時以降には義務付けられています。それ以外は義務ではないので、ね、暑いしね今ね。だからこうやって腕につけてこうやって、あ、切れちゃったちょっと切れた。そう、これね結構簡単に切れちゃうんだよね。それはちょっと困るんだけれど、なんかこうやってなんか腕とかつけようと思って伸ばすとねピンって切れちゃうこと結構多くって、こうやって切れちゃいましたねえ、これまあ、あってくっつけるけれど、うん、まあ簡単にくっつけられるからね。そう、結構簡易マスクっていう感じなんだけれど、まあ、無料でもらえるし、ここに針金入っていて、鼻のところもこうやってちゃんとできるし、まあいいかなと思ってね、私はすごくいいサービスだなと思っています。あとね、イタリア人はね、家に帰ってきてから手を洗うって習慣があんまりなかったのね。ご飯の前に手を洗うとかね、日本では徹底してるでしょ。イタリアではね、あんまりそういうのがなくって、私もちょっと嫌だなと思っていたんだけれど、友達とかとご飯食べる時にはなんか、ご飯食べる前に手を洗おうよみたいな感じでみんなに呼びかけていたりして、でもそうやって日本人だったら普通なんだけれど、イタリアってね、そういうの気にしないんだよね。ほんで、結構汚い手で、汚いっていうか手も洗っていないのにパンとかが出て食べるでしょ。よくできるなと思っていたんだけれど、今はもうレストランとか、まあ、お家に帰ってもそうなんだけれど、すぐに手を洗って、その後消毒用ジェルでこうやってねきちんと消毒するので、もう私はそれですごく良かったなと思って安心って思います。イタリア人って不思議なところがあって、家の中とかね結構洗濯とかにはすごくこだわるの。だから洗濯はもうすごい綺麗にしてみんなアイロンかけてとかやってるんだけれど、自分の体に対して生活にするとかそういう概念ってあんまりなくって、なんだろうね、出かけて帰った時に手を洗うとかそういうのあんまりないんだよね。あんなに洋服とか綺麗にするのにね。だから今回のことで消毒ジェルを持ち歩いてる人も結構いるし、やっぱり手を洗う習慣ができたっていうのはねすごくいいことだなと思います。レストランとかに入っても席着くと、あ、手洗ってくるねとかってみんな席立つ通りに行って、その後また持ってる消毒ジェルでこうやって拭いたりして、本当にいい習慣だなぁなんて思っています。イタリアロックダウン後に変わったこと、その後新型コロナウイルスの初期に見られた人種差別がほとんどなくなりました。これはね、フィレンツェっていうのは人種差別なのでない街なんだよね。なぜかというと外国人がすごく多いから。だから人種差別とかではないんだけれど、他の街ではね結構そういう声を聞きました。フィレンツェでも新型コロナウイルスの初期には中国人観光客がまだたくさんいた時はね、中国人観光客を見るとイタリア人はあーって言ってちょっとね遠くからそれを見るとねさーっとちょっと避けるみたいな、あとはちょっと嫌そうな顔するとか、なんかこう近づかないようにするっていう雰囲気はありました。まあ人種差別がないフィレンツェでさえそうだったから、他の街はもっとあったんじゃないかなって思うし、そういう声も聞きますね。私自身は差別を受けたことってないんだけれど、他の街に住んでる日本人の人からはやっぱりね、アジア人っていうことでね嫌な目で見られたり、あとは病院でなんか自分だけちゃんと手を洗ってきてくださいとか言ってトイレに行かされたとかいう話も聞きました。
取るってどういうね。だけれどね、今はもう新型コロナウイルスは中国人とかアジア人とかそういうこと以前に全ての人が直面しなければいけない問題なので、今はそういう人種差別の声は聞かなくなりました。イタリアロックダウンに変わったこと、その6、移動することが少なくなった。イタリアっていうことのないんだけれど、イタリア人ってねすごくねアクティブなんだよね。だから夏はバカンス行きたいし、スポーツジムにもたくさん行きたいし、こうイタリア人ってこうスポーツジムで体を鍛えて健康的になるっていうのはやっぱり生活スタイルの中に浸透してるから、みんなジムに行くっていう人がすごく多いんだけど、男女問わずね。そしたら移動するってことがとても少なくなったね。だから旅行もそうだし、通勤もそうだし、あとジムに行くってこともねあんまりなくなってきたね。実際に私もロックダウン前はジムに行っていたんだけれど、今はジムに行かなくなってしまいました。やっぱり移動の時に不特定多数の人に会うっていうのもなんかうんって思うし、不特定多数の人が入ったプールに入るっていうのもね、サウナも怖いし、更衣室も怖いってなると、もうジムとかあんまり行けなくなっちゃうよね。それは私だけじゃなくみんなそう思ってるから、なんかジムに勤めてる友達とかに聞くと、やっぱりねロックダウン前だってはねガクッと通ってる会員が減ってるそうです。あと在宅ワークをする人が多くなったよね。なるべくこうオフィスとかに行かなくても住むような生活スタイルを希望するっていう人たちね。これはイタリアだけじゃなくって他の国もそうだと思うんだけど、移動するってのがみんな怖いなと思ってるので、なるべく動かない、バカンスでももうこの夏はもう行かなくてもいいという人もすごく多かったです。今現在のコロナ状況なんだけれど、イタリアに限らずヨーロッパ全体でまだまだ流行してるんだけれど、国によって随分とその状況が違います。フランスやスペインではねまたちょっとずつ増えてきてるんだよね。ヨーロッパはたくさんの国がロックダウンして、それで感染者数が減ったんだけれど、またね少しずつね増えてきてるね。残念。ただねこれはねイタリアすごいなと思うんだけれど、初期ではねマスクしたくないっていう人がすごく多くって、かたくなに拒否していた人もいたんだけれど、今はみんなかなりすんなりと受け入れて、自分たちや大切な人たちを守るためにマスクをしましょうっていうことで進んで、みんなマスクしているし、マスクしていない人がいるとあなたマスクした方がいいんじゃないのって注意するし、あとはマスクからの解放とかいうそういうデモとかもイタリアでは全く行われていません。人によってはなんかそういうのが起こってるってのも聞くんだけれど、イタリアではまだまだ気をつけていましょうねって雰囲気で、マスクしてない人がいると逆にした方がいいんじゃないのっていうふうになります。フィレンツェチャンネルでもイタリアのロックダウンの様子っていうのをね動画でたくさんお見せしましたが、本当に閑散としてて誰もいなかったよね。もうゴーストタウンみたいで、撮影してて私もちょっと怖くなったぐらいでした。今はね活気も少しずつ戻りつつあります。ただやっぱり生活スタイルっていうのはロックダウンの前の暑さと劇的に変わりました。人々の認知が変わったんだね。まだまだ気の抜けない状況ですが、少しずつね良くなることを祈っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。最後までご視聴どうもありがとうございました。フレンチャンネルのハルコンとイティちゃんがお送りいたしました。イーちゃん寝ちゃった。イーちゃん寝ちゃったね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。バイバーイ。